はい。皆さん、こんにちは。ソロギタリストのジョーナオキです、えー。今日はですね、常識ギター講座をお届けしたいと思います。えー、よくですね、皆さんあの、の譜面集とかですね、なんかいろいろな、えー、教則本とかね、あの、買ってくるとですね、いろいろな曲のですね、難易度が例えば初級、中級、上級とかね、それから A、B、C みたいな感じで書かれていると思いますけれども、えー、その難易度、どういうふうに考えていけばいいのかなっていうのを今日はお話ししたいと思います。 はい、えー、皆さん学譜集買ってきた時にですね初級中級上級って書いてあって上級はまあ難しい初級は簡単だみたいな感じで皆さん思ってると思うんですけれどもでね例えばあのギターを始めたばっかりの人が「あ私にはもうあの始めたばっかりだから初級しか無理だ」と「上級」なんて手を出すなんてとんでもないって思ってる方がいるかもしれませんけれども絶対にそんなことはないです「えー、上級」って書いてあっても手を出しても大丈夫です。えー、例えば、えー、上級の人がですね 他に逆にですよ、えー、上級の人が、まあ俺も結構弾けるから、あの初級なんか興味ないぜ。えー、初級はもう弾いても意味ないぜ。それも違います。初級の、えー、曲でもいろいろな発見がありますんで、上級の人も初級の曲,曲は、初級の曲はね、やるべきだと思います。えー、じゃあまずはですね、えー、初級の人がね、じゃあ上級の曲とか中級の曲にね、あの手を出していい理由っていうのをちょっとお話ししたいと思います。えー、初級の方はね、 真面目な人ほどですね、最初から最後まで曲を全部やらないといけないと思ってるんですよ。最初から最後まで曲を弾けないと弾けたっていうことにはならないと思ってる方結構いら,いらっしゃるんですね。そんなことはなくて、ギター始めてね、もう1年目とかね、2年目とかだったら曲全部やる必要なんかないですよ。もう好きなところだけ。好きな。 分だけもうここのフレーズが素敵だなとかこの前奏が素敵だなとかですねそういうのを感じて自分が弾きたいっていうその衝動がある部分だけでも構わないのであの部分的に弾いてみても全然いいんですねその部分が例えば難しかったらその部分の中のさらに部分でもいいんですよだからとにかく自分の弾きたいとかですねなんかやってみたいっていう衝動を大事にするべきなんですねで例えばその譜面を見た時に「あの上級」とか書いてあってあこれはもう上級って書いてあるから無理だわと思って例えば 最初の小からスタートしてですねやっぱ難しいって思って諦めるかもしれませんけれどもそこででめないいくださそこからですねどん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 例えばもうその曲全体が好きだったらもう先にずっと進んでいくんです弾けない今弾けない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 ってずっと進んでいくかもしれないんですけど弾けない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 ってずっと進んでいく中に1小節でも1拍でも2拍でもですね弾けるっていうところ必ずあるはずですから。 もう上級って書いてあっても最初から最後までもう初級者が全く手が出ないみたいなですねあの本当の本当の上級っていうかですねそういう超絶技巧の曲っていうのはそこまでないんであのもう部分でいいんでどっか弾けるとこを見つけてくださいそしたらその部分だけでも少しずつ弾けるようになってきますんでそうするとそういう例えば A っていう曲のある部分が弾けた B っていう曲のある部分が弾けた C っていう曲のある部分が弾けたこういうですねストックをたくさん作っていくんですねで、そうするといつの間にか例えば A っていう曲が全部弾けなかったけれどもいつの間にか全部弾けるようなあの技術レベルに 技術レベルにでですすすねね達るる時があるんです、ね、なんで最初にねギター始めて1年目2年目3年目とかねその辺の方たちはですねもう無理して全曲弾くわけじゃなくてもうつまみ食いでいいんでいろいろなスタイルいろいろなジャンルのですね曲にチャレンジしてもう少しずつでもいいからあのちょっといろいろやってみるといいんじゃないかなと思います。でさっっき言ったようにねあの 例えば上級ってね不明に書いてあっても一小説明無でだって思ってそこで止めちゃうとその先にあるもうひょっとしたら弾けるようなね簡単なフレーズが発見できないかもしれないんですよねだから最初の一小説目で諦めないでください諦めないでくださいもう一小説明二小説明ってけない弾けない弾けない弾けないで進んでいってもある部分は多分弾けるっていうのがきっとあると思いますんでねなんかあの試験とかにも似てますよねあの一問目二問目三問目ってあって一問目で 難しい、解けないと思って、ずっとそれで解けないまんまでやると60分経っちゃうみたいなね。でも2問目と3問目の方は全然簡単だったみたいなこともあるわけじゃないですか。だから全体をね、1回ちょっと全部見てみるっていうのは結構大事じゃないかなと思います。もう特に初心者の人はもう全部引かないといけないって、そういう気持ちを捨てて、部分でもいいんだっていうね、そういうのが結構大事なんで、ぜひそういうふうに、あの初級、中級、上級っていうレベル分けに関しては見てみてください。はい。では、 上級とかね中級の人が初級の曲をえもうやらなくてもいいかっていうとそんなことなくて今度はですね上級の人は初級とか中級の曲では余裕で弾けるぜって思った時に本当にそれが弾けてるかっていうのを考えてみてください。あのあ余裕で弾けるっていうのは例えば指が動くとかですね あの間違えずに弾けるとかか、まあ、そのレベルかもしれないですよねさらに音楽的に深く入っていくとどういう風に弾けるのかとか解釈とかもやっぱ自分の中でですね深めていくことがあのできるんでそれもやっぱり初級から始まるって言っても過言じゃないと思いますねあの中級上級ではもっとより深い音楽的な理解が求められるかもしれませんけれどもそういう練習っていうのをやっぱり初級とかのところでやってないとやっぱ中級上級の方にも持っていけませんのであのよ弾くのが余裕だ。 ね、そういう曲に関してもうちょっと音楽的に深く考えてあげるっていうのを習慣づけていくと上級者とか中級者の人が初級の曲をやる意味も出てきますので是非、えー、ですね、あのー、そういうこともやってみていただければなと思いますもちろんねテクニック的にで弾けるって思ってるところでもテクニック的に見ても例えば指の動,動かし方だったりとか、あのー、体の動かし方だったりとかリズムの緩急 メロディーの歌わせ方いろいろな視点で見ることができますんでその視点をどれだけ持ってるかというのも大事になってくるんですよね初級の曲ほどそういう視点を持ちやすいのであのいろいろ考えることができますんでねあのそういう意味で上級とか中級の人が初級の曲をあえてやるっていうかですねやる時にいろいろなことを考えるというのが結構大事なんであの是非ですねあの上級中級の人も初級の曲なんてやらないでいいぜーみたいなに思わないで是非初級とかね 曲を一生懸命やっっててみるっていうのも結構大事だと思います。えー、ということでですね、えーまあ、結論から言うと初級中級上級いつ,いつやったっていいったててことなんですよねあの初級中級上級っていう、まあ、レベル分けはねあの譜面をね出版してる会社の都合上あるかもしれませんけれどもあの、まあ、僕もそうですけれどもあの初級中級上級っていうか例えばあの、ね、あのレベル分けなんとなくしてますけどあんまり深く考えてないですよ。 あこれはかなり簡単かなっていうのは初級ってつけたりとかしますけど大体みんな中級ってつけてます。であのめちゃめちゃ難しいなこれは難しいなっていうのは上級っていうふうにつけてますけどでもある部分だけ見たらやっぱここは初級だなその同じ曲の中でねここは中級だなあここは上級だなってありますけれどもあのそういう感じなんであんまりその初級中級上級って譜面に書いてあることに縛られずにあの音楽を楽しんだりとかですね練習をですね していかれてはどうでしょうかっていうのが今日のお話でした。ぜひ皆さん音楽楽しんでください。ソロギターレストのジョーナオキでした。それではまた。